おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もコミュニケーションのヒントボイシー YouTube ポッドキャストでお届けしてまいります。今日もどうぞ最後までお付き合いください。あれ、なんか西戸の声が変じゃないと思われた方、はい、ちょっとお部屋が乾燥してたのでしょうか、喉が少しイガイガとして腫れてきてしまいました。漢方薬を飲んだり加湿器を炊いて部屋の湿度を上げたり、まあいろいろやっているところなんですが、これ以上悪化しないように気をつけたいと思います。今ね、また風邪やインフルエンザいろいろ流行ってきているようです。皆様も十分にお気をつけください。さて今日はちょっと個人的な話をしたいと思います。何かと言いますと、今心理療法を受けておりまして、一体その心理療法というものがどのようなもので、またそこでどんな気づきが起こっているのかというちょっと私の体験をねご紹介させていただけたらなと思うんですね。というのも、なかなか心理療法を受けたことがあるという人どうなんでしょう、そんなには多くないと思うんですね。しかし、自分の心に向き合うということはきっとどなたも興味をお持ちなんじゃないかなと思います。さあその心理療法なんですけれども、これは臨床心理士という方に、1時間ぐらいですね、だいたい1時間と皆さんされているようですに、英語で言うとこれサイコセラピーということになりますけれども、そのお話を聞いてもらうっていうことなんですね。それで治療ではなくて、根本的にはクライアントといって、相談に来た人の潜在的な可能性に頼るっていうところが大きいみたいなんです。病気を治す、治療するっていうとね、何かを処方する、治療を施すっていうことをやりますよね。しかしこの心理療法っていうのは、そのクライアントの中から立ち上がってくる、本来その人の生きる道筋をこうサポートしていくっていうものらしいんですね。なんか言葉だけ聞くとなんだかよくわからないですよね。そうなんです、私もよくわからなかったので、じゃあちょっと実際に受けてみようと思いまして、先日2回目の心理療法を受けてまいりました。今2週間に1度のペースで受けましょうということで進めているんですけれども、1回目はね、どうされましたということで、実はああでこうでって、で、こんなことに自分で向き合ってて、でそれって過去にこういうことがあったことも影響してるかなと思うんですけどとか、そういう自分の現在地ですよね、心の、それと自分のバックグラウンドのようなことを話したら、もうあっという間に1時間が過ぎました。しかしこれ私の場合ですよ、私はもうベラベラと喋りましたけれども、人によってはね、質問されてもなかなかこう答えられない、答えたくないといった方もいらっしゃると思います。ぽつりぽつりという方もいらっしゃれば、もう中にはね、1時間一言も発しないで終わる、そんなこともあるようです。あくまで西戸明子の場合ですけれども、まず初回の1時間はひたすら喋りましたと。それで私自身がユング心理学、深層心理学ですね、深い層、心の深いところにあるその自分の無意識というものをもっと理解したいという思いがすごくあるんですね。それは自分の意識よりも無意識の方が自分の人生に大きく影響しているっていうことが分かってますしね、世の中的にも学問的にもね、自分自身それもすごく感じてるからです。それで、ユング心理学っていうと箱庭療法、小さなお庭を作ったりとか、あとは夢の分析をするということなんかもね、結構有名です。そこで、夢分析興味がありますということをお伝えして、じゃあ夢日記を書きましょうということになったんですね。でも2週間でちゃんと夢を覚えていた日って半分もないぐらいだったかな、5日か6日ぐらいだったと思いますけれども、その夢をね、書いてコピーして持っていったのが2回目でした。それで、何か
まあ、紙にすると A4 で4枚ぐらいになったものですから、何かそうですね、特に印象に残ってる夢はありますかって言われて、って言って、まあ、特になかったんですね、まあ、どれも印象残ってるじゃ残ってるしということで、じゃあ最初から見ていきましょうかということ で、この登場人物は、ね、どういう方なんですかとか、まあ、ちょっと質問されると私がもう1から100ぐらいまで喋りますから結局その4ページ分の夢全部なんて全然見れなくって、まあ、夢を 2,3 個ちょっと取り上げながら、うん、でまあ、質問されたら1質問されたら100か200ぐらい答えるみたいな、まあ、そんなんで結局しゃべくりまくって終わったんですね。あ、じゃあそろそろ時間ですって言われて、でなんかちょっと不安になりまして、あのめっちゃしゃべりましたけど私こんなんでいいんですかねって言って、そしたら、うん、まあの基本的には聞くという時間ですからねって言われて、あ、そうですかと、あの夢はこれきっとあれですよねっておっしゃらなかったけど、なんかいろんなことが分かってらっしゃるんですよねって、私分析してほしいんですけどって言ったら、って言われてね、まあ、あのその夢というのはね、こうだからこうだなんて言えるもんでもないですしねって、まあでも大切なことは示唆されているかと思いますって言われたんですよ。いや、そらそうやろと思いましたねそらそうやろと、だって毎日基本的には夢見てるって言われてます人間ね、でも大体忘れちゃうんですよね。2週間毎日夢日記つけようと思っても、まあ、5日ぐらいしか覚えてなかった、まあ、その中には無意識のなんか大切なことが現れているだろう、そらそうやろうと思いながら、その意味が知りたいねんって思ったんですけど、まあ終わってしまったんですよ2回目それでね。じゃあ、 あの2週間後またね、同じ曜日のじゃあ同じ時間でっていうことで、ではお支払いして、で帰ってきたんですけれども、いやもう本当にもう 99% 私が喋ってるんですよ、ね、でちょっと聞いてくださってるんですね。でこれなんか意味あるんかなってちょっと思うじゃないですかところがですね、あるんですよ。まず終わった直後に何が起こるかというと、っていうか、まあ喋りながらって言ってもいいんですけれども、自分がこう、まあ、いろいろ喋りますよね。いやこう思ったんですよとか、こうだと思うんですよとか、ね、でその自分が喋った言葉、1時間喋った言葉の中で自分の心とズレがある言葉っていうものは必ず浮かび上がってくるんですよね。なんかあれ、あの時ああ言ったけど本当かなとか、なんかちょっと矛盾してないとか、その自分が喋っただけなんだけど、そのことによって自分自身に問いかけがこう返ってくるって感じなんですね。それって本当って矛盾してないって、でなんかそのいくつか浮かび上がってくることがありまして、まあそうだよなーなんて。ただこれはカウンセリングじゃなくても起こります。カウンセリングじゃないのか、サイコセラピー、その心理療法じゃなくても起こります。例えば授業で喋った、あるいはこうやってボイシーで喋った、その後にはあれ、あの時ああ言ったけど本当かなって、なんか言った言葉と自分が本当に思ってることがずれてる時って絶対自分には分かるんですよね。ただそれが多くの方は通り過ぎちゃってるかもしれません。その違和感というものが一瞬本当にふわって立ち上がるんですよね。ただこう日常ね、次から次にやることがあってどん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 過ぎていっちゃうから、だから忘れちゃうことがほとんどだと思います。しかし、まあ、意識的に自分の心を見てるとふわっふわっとね、あれなんか今言ったこと本当に思ってないかもみたいな、そういうこう違和感っていうのは別にその心理療法の時間じゃなくても立ち起こってくるんですね。ところがですよ、翌朝起きた瞬間にすごい大きい気づきがあったんです。それは何かっていうと、あれって私答えを求めてるな、
その心理療法をやってくださる臨床心理士の先生ですね、その方に答えを教えてくださいって、ある種依存してるなって思ったんですね。じゃあその先生が、いや西戸さんがご覧になったこの夢はこういう意味だと思いますよ、例えばユングはこういうふうに言ってます、ですからこういうふうに解釈されると思いますよって言われて、なるほどそうですかって言ったとします。でもそれってあくまでユングの解釈だったり、その臨床心理士の方の解釈であって、それって本当に正解の答えですかって言ったら、そんなの分かんないんですよね。なのに私は答えを求めてるんだってことに気がついたんですよ。いやそんな当たり前やん、だってこう解析してくださいって言ったんやろと思うかもしれませんけど、伝わりますかねこれ。言葉にしちゃうとなんか当たり前やんと思われるかもしれないんですけど、自分の中ではすっごい深い気づきとして、あれ私ずっと誰かに正しい答えを求めて教えてくださいって思って生きてきたのかも、でもそれって本当ですか、それって本当に正解ですか、そもそも答えなんてあるんですかっていう問いかけが翌朝起こってきたんですね。これはいわばこうなんていうんですかね、この西戸明子っていう人間にとっては OS 自体にひびが入ったみたいな感覚だったんですよ。というのも、まあ、これちょっと個人的な話になりますけど、うち母が結構厳しくてですね、学校のテストで99点とか98点とか取ると怒られるんですよ。あんたアホちゃうって、なんでこの1点取られへんかった、問題よく読んだらわかるやん、アホちゃうって、よくそういうふうに言われてたんですね。だからその常に正解を出すことがいいことだ、正解を出さなければならない、これは自分の心にもう深く深く刻まれて、もうなんて言うんだろう、そのことを信じてますとかっていうレベルじゃないぐらい私自身の OS なんですよ。もう骨や肉や血の一部になってるって言っていいぐらい自分にとってそれが当たり前で染みついちゃってるんですね。でもその常に正解しなければならない、100点取らなきゃいけないっていうのってしんどいじゃないですか。だからその自分の思い込みですよね、ここにいろんな角度からもう本当に何十年と向き合ってきたわけです。でどん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 それが緩くなってきました。こうガチッとコンクリの壁みたいになったものがね、こう少しずつ流体化してって、それこそ泥ぐらいにはなってきたんですよ。しかしもうこびりついてますから泥がもうもはやその透明の壁なんて見えないっていうレベルだった、その泥がなんていうのかな、そのね泥もね、あ、分かった、こんな感じ、コンクリだった壁が泥の壁ぐらいにはなってたんですよ。その泥の壁にこう地震が来て揺れてひびが入ったみたいな感覚があったんです。この自分という人間の根本を作っている考えというものが由来できたっていうのは、いやこれはねちょっと西戸明子次の扉開いたなっていう感覚があります。答えなんてないんですよ。言い方を変えると、他の誰かが自分に答えを与えることなんてできないんですよね。だから私にとっては外側にある答えというものを探し求めて掴みに行くのではなく、自分の中にある答えというものとつながるってことがすごく大きな一つの人生のテーマだってずっと思ってきたんですけれども、こうずっとその扉を探してね、扉は見つかってたんですけど、こうもうコンクリの壁ですからもう開かなかったのが泥の壁になって、ついにそこにひび入ってきたっていう、そういう感覚があります。というわけで、まあちょっと まだあと1時間ぐらい喋れそうなんですけれどもこの心理療法2回目、まあ、あくまで西戸の個人の体験ですが、ひたすら話を聞いてもらっただけでもすごいなって思ってます。これ今後何が起こっていくのだろうというね、ものすごくその楽しみですね。
これは自分の話の聞き方も変えてくれるだろうし、人に依存する、人をまあ頼りにするってこと、それから学び方、だって答えを外側に求めなくなるってことは学び方も変わりますよね。当然授業での教え方、伝え方っていうものも変わってくると思います。あ、もうすごい気づきをいただいたなということで、ちょっと打ち震えるような感動があります。気づきって本当すごいんですよね。もう変えちゃう人生を、まあ、それをやってるのがマスタークラスなんですよ。いや、というかもう全部のクラスでそのことをお伝えしたくてしょうがないんですね。もうボイシーもそうなんですよ。もちろん毎朝の限られた時間ですから、ほんのねちょっとのお話しか、まあ、できませんけれども、ご本人の中に気づきというものが起こることによって、もうこうなんでしょうね、今まで変われなかった、乗り越えられなかったことが問題じゃなくなっていくっていう感じです。ふわーって消えちゃう、何が問題だったんだっけって忘れていくような感じです。例えばもう人前で話すのが怖くて、もう人前に立つって思っただけで涙が出て止まらなかった恐怖ですよね。とてつもない恐怖があった人が、あれなんかできるかもと思って、で人前で話して、あれ私何が怖かったんだっけってなる。あるいはもう人の評価が気になって仕方がない、他の人にどう思われるのか、もういつも人の目を気にして生きてた人が、あれなんか自分が思ってること私言えてるって、もうその言えてるってことに気がついて、あれってなるような感じです。だからこのマスタークラスの魅力を伝えるのって本当難しいんですけれども、まあ、でもそれぞれの人の中に気づきの体験が起こって、でそしてその人の本来の生きる道、本来のその人というものに立ち返っていくっていうね、そういう学びをやらせてもらってます。そして私自身その学びを、まあ、現在においては心理療法において進めているっていうことですね。はい、これからもますます自分自身がどこまでこの自分というのを生き切れるかだなと思ってますし、そのことをね、自分自身で学びを深めながらマスタークラスで、またその他のクラスで皆様と分かち合っていけたらなと思っております。すみません、今日はちょっと長くなってしまいました。お時間いただきましてありがとうございました。さあ、そのマスタークラス4月からスタートいたします第4期です。もうね、どなたに学んでいただいても、その方が求めていらっしゃる気づきや変容というものが起こってくるだろうと思います。まあ、内容としてはコミュニケーションということを学んでいくんですけれどもね、まあ、しかしそこに現れてくるわけですね、その方の心の癖、思考の癖、行動の癖、まあ、捉え方ですね、信念というもの。ただ今バレンタインキャンペーンをやっておりまして、開運講座が5万5000円相当プレゼントでついてきます。ぜひこの期間にご検討いただければ幸いです。さあ、そして開運講座もね、結局やっぱりね同じなんですよね。その人の運が開けていくのを止めてるものがいろいろありますよねと、でそのあなたの運が開けていくのを止めていることに気づいて、でそれがなくなっちゃえば本来のあなたが生きる道っていうもの、まあ、今なんかもうなんか周りのね木がなんかボーボーに伸びてもう歩けなくなってたり、穴ぼこ開いてたり、先が見えなかったり、霧がかかっててみたいなことになってるかもしれませんけど、その障害物って結局全部自分の心で作ってるんですよね。だからその障害物がなくなってったら、道がどうですか皆さん、道がバーンと開けててまっすぐ伸びてたら、それは歩きやすいですよねっていう。でしかもそこに誰かが歩いてきたら見えますし、何かが立ってたら見えますよね。だけど霧はかかってるわ、もうなんか木は伸び放題だわ、穴開いてるわみたいなんだと、いろんなもの見逃しちゃいますよねっていうことですね。はい、まあ様々な講座ございます。放送概要欄に載せておりますので、何か気になるもの、リアルのもの、対面のものもオンラインのものもあります。何かねご参加していただけたら嬉しいなと思います。皆様とのご縁を
それが深まっていくことを楽しみにしています。というわけで、西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。